人里を離れ布を織って暮らす彼らはこう呼ばれていた。別れの一族と。少女に見えながらその実は弱い400を超える化け物だと聞いております。長い時を生きる私たちはそうでない人たちにとって昔話の存在なんだ。僕の生まれたところは新しいところに二人で行くの。これから何があるかなんてわからない。他と異なるものはキーの目で見られやがて嫌悪され排除されていく。戦争になるの。辛いのはほんの一瞬だよ。ずっと変わらない。大切なものなの。アイアラの兵が峠を越えたとの連絡が入った。あなたたちは翼を持っているのにどうしてここから飛んでいかないの。行きな。私なら飛べるんでしょ。初めて作った自分の居場所なんです。俺はそれを守りたい。さよならを告げねばならなかった人々もヒビオルの中お前と共に泣いてくれる。エリアルのことを考えるのは私のことを考えるのと一緒だった。最後は彼らの心のままに。大丈夫、絶対に忘れないから。忘れられるはずがない。さよならの朝に約束の花を飾ろう。